んだよ。おい、できるわけないだろ。でよ、キャラが全然違うんだから。まさに僕じゃん。全然違うって。じゃあバーテンダーやりたいって言うけど、お前バーテンダーのあれこれ知ってんのかって話。知ってるよ。例えばお客さん来たらまずなんて言う。あ、へいらっしゃい。寿司屋か。寿司屋とかじゃないですよ。しっとり行かなきゃ。もっとしっとり。お客さんにおすすめのお酒紹介できる？あ、できるよ。お客さん、うちのおすすめはね、日本酒だよ。なんでだよ。もっとカクテルとか勧めるんだよ。カクテル？なんで知らないんだ。違うって。お客さんと喋って盛り上げなきゃいけない。そういうのもできる？あ、できるよ。お客さん、昨日俺さ、寝坊しちまってよ。なんでお前側の話なんだよ。13時から寝ちまった。違う違う、もっと相手の話を引き出してこそのバーテンダーだから。お客さん帰りますってなったらいきなり一言かけられる？あ、できるよ。バイバーイ。絶対ダメだろお前。何やってんだ、ずっとさっきから。あれれ、全然バーテンダーできてないじゃん。それでもやりたいって気持ちあんの？やるよ。じゃあ分かった、実技試験だ。じゃあ今から俺が言ったあれこれを踏まえてできるかどうか、お前バーテンダーやってみろ。よし、やりましょう。こんなところにバーがカランコロンカラン。ありがとうございました。またお願いします。今来たばっかりなすね。あれ、お客さんよく見たら初めて。はい。あ、なんだ、適当に座れよそこらに。そんな感じ。すいません、お酒もらえます？あ、お酒、はい、お客さん、うちのおすすめはね、100年代々続いてる日本酒だよ。カクテルとかいいんですけど。カクテキ？カクテキはね、あれキムチみたいなもんだよ。カクテキじゃないわけねえだろ。カクテルって言ってますけど、もういいです、おしゃべりしましょう。あ、おしゃべりだ。僕はあの、この前妻に逃げられた。まあ、俺はね、40年後には月に行ってみたいんだよ。月に行ってな、まあ、いろんな奥さん。僕ら話聞いてもらいます。月を同じ月に行ってみたいんだよ。僕ら話聞いてもらいます。いろいろ言ってさ、僕ら見てみたいんだよ。もういいです、帰ります。行ってらっしゃい。